ボミストボードゲームを紹介しようのコーナー。今日はどんなボードゲームを紹介してくれるんですか。今日紹介するのは、はい、こちら、クリスンツイーのび太くん。おいジジイじゃねえか。ちょっとやめて、本当に怒られますから。それはなんで偉人ですからね、こちらは。あ、そうなの。なんかさ、石みたいな顔してやがるね。このボードゲームはね、自分で枯山水を作るゲームなんですよ。へ、枯山水って何なんですか一体。枯山水っていうのは、日本庭園とかである水を使わずに石とか砂で山やね、水の風景を表現するんだ。つまり、庭を作るってことですか。そう、最初から日本風の庭作り言ってくれよ。わかんないよ。わびさびがないね。え、今回は、和ですから。おしとやかにお願いしますね、リオさん。わかりました、レイさん。ごきげんよう。ダサいですね、なんか。ルール説明。このゲームは綺麗な庭を作ることが目標のゲームです。タイルや石を置き、綺麗な庭作りを目指します。すべてのプレイヤーの庭が完成した時点で庭の評価をし、最も点数が高いプレイヤーが勝利します。自分のターンになったらタイルを1枚ドローし、そのタイルを自分の庭に配置、他のプレイヤーに譲渡、捨てる、破棄、ストックする、保管、以上の4つの行動から選びます。その後、手順2の行動をします。座禅、得ポイントを1得ます。得ポイントは石の獲得で消費したりするポイントです。石の獲得と配置、得ポイントをゼロに戻して石を得ます。この石の配置によって最終的なスコアが変わってきます。コマの移動、配置済みのタイルに自分のコマを移動させます。コマを置いている縦列にしか石を置くことはできません。策定化カードの使用、最初に1枚ランダムに配られている強力な効果を持つカードです。それではここからは実際に遊びながらルールを知っていきましょう。では、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。やっていきましょう。あ、ではやっていきましょう。では先行決めましょうね、先に。ええ、最初はグーじゃんけんのほい。ではレイ、私レイが先頭。先頭。ドロー。はい、ああ、なるほどね。あなたはまっすぐな心の持ち主なんですね。そうよ。ではね、最初は左下か左上しか置けないので、左下にレイは来ます。はい。手順2では私は徳を積みます。どうぞ。2。あなたのターン。私のターン、ドローフェイズ。波を、波よりし召喚。怖っ。波だけど、まあでもまっすぐといえばまっすぐじゃん。はい、一緒にしないで、あなたのさ、そんな大したことないカードと一緒にしないで。すごっ。私も得を積むわ。ドンバン。どうぞ。ドロー。ほらね、あなたはまっすぐな道しか出ない。もうそういう縛りなんだよ。どっちで？そういう縛りに今巻き込まれてんだよ。僕は、私は、手順2で横石と交換するわ。ここに置くは麗しきレイちゃんだ。どうぞ。私のターン。ふぅ、あ、いらなそう。あ、いらなそう。あ、いらなそう。いらなそうかもね。私はここにする。つながりますから。確かにね。まあね、確かに。私は移動させますね。確かにね。ええ、私のターン。ほらね、ほらね、直線だ。いやいや、波だよ、波。あ、なるほど。曲を積みます、ナム。ふぅ、ナムナム。はい、どうぞ。私のトラン。あー、なるほど。まあ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 、序の口、序の口。序の口って何。まあね、どうしよっかな。積もっかな。徳を端にね、つける感じでね。徳を積んじゃおっかな。積んじゃった。積んじゃったんだ。あ、積んじゃいました。もうお前は積みだ。なんで俺のターン。ドロー。徳、お前やばくない。やばーね、何も出ないじゃん。ゴミか、ゴミか、ゴミか。あー、待って、置いた。あ、どうぞ。ここにな。ああ、お前まだ繋がってるよ、道は。届かれてない。徳を積みぜ。ああ、どうぞ。俺のターン。おお、やばい。なんかなんだこれ、すごい。なるほどね。すげえ、まあ、なるほどねって感じじゃん。砂ばっか。まっすぐの砂はね、結構起きやすいのでね、いいんですよね。そうそうそう。ここなるほどね。なるほど。あー、どうしよっかな、積もっかな、でもな。お前は積んでんだ。もう私積むわ。うん、やろう。おー、あー、丸だ丸だ。丸丸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 
ここならつながるんでね、この左側のとつながるんで、確かに丸だとしてもね、確かにたかし。そして私は移動する。わーお、移動しちゃうのね。どうぞ。はい、リュウの歌。あー、なるほどね、丸だ。まあ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 、丸っていうのはね、すごい運がいいってことで。れんちゃんと同じやり方すればさ、いいんだよ。そうすれば、あんたの真似なんてしない。あ、これさ、あげよっか。痛いよ、いらない。あげるあげる、なんかさ、うん、欲しいんでしょ、でも何しよっとや。イエーイ。積む。どうぞ。私のターン、ドロー、うん、あー、波よりし、でし、ドラゴン。なるほどね、なるほどね。こっかな。あ、いいじゃん、いいじゃん、波乗りって感じ。そして俺は、うん、積むの。積む。あー、なるほど。どうぞ。よし、キブ。うわー、あー、うわーうわーうわーうわうわ、一番いいゴルガード、一番欲しかったね、マジで。いいな、起きやすいな、それは。なあね、どうも。俺はな、やめて。なに、よ、早く来て。やめて、よ、置いて。俺はやめてよ、徳鬼使って、やめてよ、そのカードを取る。ひどいよ、そのカードを取るっていうことはね、最低な行為なの。なんなの、そういう顔が、なんだその悪い顔が。俺は、うん、いや勝てそう。勝てないよ、私は。勝てそう、徳は積むぜ。すげえ、5も溜まってんじゃん。ああ、溜めてって、溜めてく、それで。うわわ、すごい。なんで、なんなのその庭は。なんか同じだ、変な庭。ここにした。あー、お前はそこにしたんだ。徳を積みます、ナムナム。はい、どうぞ。はっ、怖っ、すごい、力が強いね。わーわー、コケだぜ。コケだね。俺はコケをね、うん、いいカードが来ないね。なるほど、いいカードが来ないわ。いいカードといえばいいカードだよね。6に積むぜ。すごっ。さあ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 、やばっ、お前のターンだよ。6強いよね。まあね、どこでも石置けちゃうん。好きな石をね、任意の場所に置けるというね。やばいっしょこれ、強っ。うわー、あ、なにこれ。あ、丸だ。ゴミだ。あ、ゴミ、ゴミじゃない。あ、でも欲しい。あ、あ、りょうちゃん欲しいんやな、そこの。りょうちゃんの今いるとこの上のとこさ、繋がるよこれ。そうだね。レイが特用になって、りょうちゃんはこれもらうだけだよ。どう、じゃあもらう。いや、ほら、はい、どうも。それで、はい、どうも、人に譲ったので、レイちゃんは特に終えますね。ふっ、盾石。お、石をゲット。もったいないけど、石をゲットるの。盾石、ショー。わー、石をどんどんさ、ゲットしていくタイプなんだ。もったいない、せっかく用に貯めたのにさ。でも、それなのに。バカが。じゃあ、俺のターンね。ねえねえ、レイちゃん、あげるか、これ。大丈夫じゃない。ねえねえ、ん、あげよっか。もらおっかな、じゃあ。無理ー。どうしようかな。すごっ。でもさ、これ置くとこないんだよな、正直。まあそうだね、もうヒントは言えませーん。あそこに置いけば、うん、なんのあれもあれだけど。うっせーふぅー、なーに。あ、待って、私も考えた今。そう、なに、なに、あ、まあ確かにそこでもいいのか。レイちゃん、あの右下だけ知ってた。右下だけね、知ってたんだ。そう、でも考えてる。私カード使おう。ダリオンさん、いでよ、全員よ。読んで。山札からタイルを2枚引き、これらを任民の順番で自分の庭園に配置します。強っ。ふぅー、じゃあ引きますね。え、これは力が必要。待って、集中力でもいらないんじゃない。軽い力で持てる、軽いから。これでしょ。うん、なんか、なるほど、なんか、なるほど、ね、ちょっとなんか求めてたのと違う。まあいいか。あ、いい形の庭だ。そうかな。わあ、なんかね、なに、なんか寂しいけどいいの、うん、はい、どうぞ。俺をターン、ね、ドロー。キープします。うん、で、キープ、今日初のキープ。はい、はい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 、積みます、徳を。どうぞ。待って、お願い。石だっけ。あ、違う違う、緑。来ない。何、苔が来ない。砂まみれの庭園だ。私全部砂にしよう。左上砂じゃないけどね、もう。黙ってな。そういうことか、黙ってな。そして私は、うん、6消費して、うん、3のやつをここに置く。なるほど。そして得をゼロにする。バイビー、さよなら、バイバイ。ドロー。あ、わー、すごい。あー、丸じゃん。同じだ。あ、いいじゃん。なるほどね、あんたそこに。こうシールしかないじゃん、だって。なんかさ、認め変な庭だね。なんか得を積みます。誰しんだ。お願い、こけよ。
コケじゃん。なるほどね。コケじゃん。なんかコケじゃん。コケだね。やったじゃん。コケじゃん。そうだね。そうだね。そうでしょ。コケだわ。欲しかったやつじゃん。別にこれよかったね。これはなんか別にキープできるじゃん。でも私キープだってキープさそんなしたくない。なんで？なんとなくキープしよう。キープ。いいよ。そして徳を全部。はいどうぞ。わあすごい。わあすごいまっすぐだ。すごいまっすぐな道だ。ちょうだいまっすぐ。あ、欲しい。詰めば詰めよ、得。そうだね。うんうん、はいよ。はい、どうもどうも。あげる。あ、ブレちゃって。あげて、令和2の得を積みます。あんたさ、本当にさ、あげてばっかだけど。そして手順に。俺は。もしかしてカード発動？カード発動！千利休を発動。わあ、千利休さんのお顔を見て。健やかなる眼差し。どういうことだよ。コマを。自分の手の2位のタイルに移動させます。そしてこの数の使用とは別に手順2の行動を1回行える。強っ。え、強いじゃん。チーズだ。俺はこいつをな、ここに移動させるぜ。何？そしてさらに手順2の行動を1回行えるということなので、レイは3使って石をここに置きます。マジ？千利休を潰すぜ。なるほどね。私でも破綻してないわ。確かにしてない。はい。おおわわ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 わ。すぬ徳をナムナムと。はい、あんたどうぞ。私のターン。2個だよ、2個。やばい、それはやばい。ダダダ。リオちゃんが埋まったらレイもね、埋めなきゃいけないからね。それでいいよ。ドロー。コケだ。コケ。コケだね。コケだ。うわ。置くわ。そして私は徳を積みます。我氏のターン。うん、そう。ドロー。波？もらってあげるよ、それ。特に詰めるよ、そしたら。ちょっと待って。もらってあげる。あー、ダメだ。もらってあげるよ。待って。ほらほら。いや、あげない、あげない、あげない。待って、あげようかな。そうだよ。ルイちゃんも得意だから。でも、あいつにすごいさ、有利になっちゃう気がする、ね。でも、あなた石ないじゃん、全然。でも石交換するためにはさ。これから石。だってさ、2でもいいんだもん。で、ふぅ。何ちゅうなんだ。いや、あんたには勝たせたくない。絶対私。私をここに置いて。ターンエンド。あ、待って、ターンエンドじゃないな。石を使い、ここに立てふさがる。立てふさがる。お前だ。はい、私のターン取ろう。あ、どうぞ。うわー、いいな、ここ。よくはないね。あ、よくはないわ。よくない、全然よくない。でもさ、5個もさ、空いてんだよ。どっかしらに入れとけよ。あ、そう、大丈夫だ。大丈夫だった、全然。全然大丈夫だった、今。積みます。はい、私のターン。あー、なるほどね。なんかそういう感じ。あ、ちょうだい、それ。やだ。それあなた破綻しちゃうよ。 あげるイエイ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 、はい、やったー。私に積む。に積む。最高かよ。イエイイエイイエイ。お面接の動画、やばじゃあさ、ナイスの、ナイス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 の。どうしようかなって今悩んでんだよね。移動します、人を。以上。ファイファイって何？俺のティーン。あのティーントーティーン。ドローン。わあ。あ、お、わあ。あ、苔が、苔がいっぱいだ。あ、わかった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 。ここにちょっと。あのね、コケってね、微生物が食べんだよ、コケって。コケ、ここ。それで、どうすんのどうすんの？石を。1の横石をここに。すげえ石を置きます。こいつ1の石を。すげえ置くねー。やべ、最後じゃねー。ラスト。いや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 。でもレイちゃんにそれをプレゼントすれば。お願いだからいいのが出て。お願い。コケ。俺が出たのはコケ。レイちゃん。あげよっか、これ使えんじゃない、ほら、あげるよ。使えんだけど、コケさん、あげるよ、お願い。でもあいつにな、あげる。特4積まれんの、まあいいよ、もらおう。スローワーウーイ。いや、わー、お前は負け格だよ、今もらっちまったら。ちょっと崩れちゃったけど、はい、いいよ、トイレリュウちゃん、手順に。ウリン手順に、よしよっと。私は、これを使って、これをここに積む。どうぞ、あんた。デルタ。え、どう、デルタ。ウケる。それいいじゃん、ほら。欲しい？いらない。いやー、もうしょうがないので、うん、あー、破棄もできないので。わ、やべ、え、待って、あとワンターン？ワンターンですね。うわ、マジ？やばい。頑張りました。そして、徳を積みますね、徳を積みます。どうぞ。リオちゃんは引いたやつ、もしくはそのキープを置いて、終わりだ、このゲームは。さあ、行け。俺の手にかかってんだよ。そうだ。勝ちか負けか。そうだよ。けなー。あ、お。プププじゃないよ、別に。ほら。あ、美味しいね。ダメだよ。どうやってもいくらやっても無理だ。無駄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 。私も得積む。終了。よし、食ったー。マジ？ちょっと待って。なるほどね、なるほどなるほど。ではね。なるほどね。ではお互いに作ったこの。うわ、マジ？しかも枯山水の。うわ、待って、負けた。得点計算をしていきましょうか。はい。
さあ得点計算結構ね、うん、種類があって、うん、1個目からいきますね。でまず、うん、砂の基礎点。やばい、砂強。砂タイルのみで構成される最大の長方形1つ目のタイルの枚数かける1点。12点。うーえ、では8点ですね。8なんだ。次、苔の基礎点。苔タイル1枚につき2点。では1。10点。うわー、苔強くね。次、渦ボーナス。半円。半円を構成するタイルの枚数かける1点。りおちゃん4。4。令和1、2、2点。次、砂紋の評価。繋がってないタイルの境界1箇所につき2点の減点。あ、私1。1箇所？あ、マジマジ。これはマジ。私はね、3。1、2、3。3、2が6点もマイナスだ。うわ、マジ？なんてこっちだい。かわいそう。もしこれね、15枚全てのタイルが繋がってたら、うん、7点プラスだったんですね。うわー、リオ、あそこだっけ、マジで。では次。はい。石の基礎点、1種類につき2点。1、2、リオは2。2種類ですね。あとは3じゃん。2じゃない。3種類。3だ。次、石組ですね、はい。これが結構いろんな種類があるんですけど、うわー1個だけ。あ、そうだ。はい、中央の縦列の、うん、その低いやつ、石1個につき3点なので、うん、リオちゃん3点プラス。リオ3点だって、これ。これで石組はもう、ない名庭園ですね、うん。実はね、名庭園カードをね、配ってたんですね、最初に、うん。それを見せてください。やだ。だって、やだよ。待って、完成しちゃったの。はい、こちらレイちゃんは、やば、完成してんですね、これが。10点じゃん、お前、やば。やばくない、やばくない、これだけを目指して頑張ってきたんだよ。私はさ、10点なのに、10点という低レベルの戦いをしてたのにもかかわらず完成できなかったんですね。レイちゃん15点プラスですね。はい、強。そして最後、得の数ですね。ゲーム終了時に残した得1点につき1点なので、レイたちは1ずつプラス。あれ買ったんじゃねるよ。では、ああ、足していきましょう。ああ、点数結果は、はい、36対24でレイちゃんの勝ちよ。うわー、あ、でも、でも私はおしとやかな女なんで、このタイルのさ、ゲームで勝ち負け決めるとか、そんな低俗な女じゃないんで。点数が大事なんで。点数じゃないです、見た目が大事なんです。名庭園のカードがクリアできなかったらレイ負けだったんで。だよね、これのおかげですね。マジかよ、前にカードあげなきゃよかった。ということはルールだから面白いので、ぜひみんなもやってみてください。やってみてください。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね、バイバイ。バイバイ。Yeah.